年収夫400万、妻100万以内の子供2人、小児と年中の家庭です。夫が不倫をして現在離婚協議中となりました。協議中に不倫を認めされることもできました。ただ、夫は今脳内を旗畑なので、別れることに必死で、好きなもん持っていっていいから別れてって話を言われました。これは録音できてません。制裁するかもめ事にせず、えー、車、家電通帳を持って、養育月6万もらう予定です。答えた方がもっと取れますか内心辛いです。えっと、今の段階でいくと、夫 人が毎月6万を確実に払うという保証がないのでえっ、ー、と裁判にしなくてもいいんですけど弁護士さんを通して公正証書を作ってくださいで多分月6万払わない可能性がありますであのー、何でも持ってっていいっていうのであれば1人当たり5万で月10万とかでも取れると思うんですよねなので弁護士さんを通して公正証書で月10万円払うっていうのでであの子供が両方が20歳になるまで月10万払うとか子供が両方とも学 を卒業するまで月10万払うとかにしておいてで子供が大学行かなかったとしても通信制の安いところれといて通信制の学校行ってるから月10万ねみたいな感じでずっと引っ張り続けるっていうのをやると割とあの生活もしやすくなるんじゃないかなと思うのでなのでもう相手のことを信用してないのであれば確実にお金が取れる手段っていうのをちゃんと考えた方がいいんじゃないかなと思います公正証書っていうのはあの公証人っていう人が作るんですけどあの裁判の判決と同じ威力を持ちます例えばじゃあ契約書で月10万円払うって っていう契約書を作ったとしてで払わないよって言って元旦那さんの会社にこの月10万円払うって言ってるんだから給料を10万円分こっちにくれよって言っても会社はその旦那さんに給料を払う義務はあるんですけど元奥さんにお金を払う義務は発生しないんですよじゃあ差し押さえという手段を取るとすると裁判をしないといけないんですよ最初から裁判やり直しでこういう契約書を作ったんだから払ってくださいっていうのをやってそれで判決をもらってようやく差し押さえってなるんですけど公正証書がある それは裁判の判決と同じ効力を持ってるので差し押さえしたいっすっていうのを裁判所に持ってくと裁判所が差し押さえしてくれるので結果として裁判隊がかからないで裁判と同じ効力を持って差し押さえができるようになるのでなので相手が逃げる可能性があるのであればもう最初から公正証書にしちゃった方がいいんじゃないかなと思います。